悪鬼死すべし。呂布と趙遷は董卓の暗殺に成功した。だが李鶴、郭氏らの追撃に呂布は長安を追われることとなる。一方、策を成功させ王院を救出した趙遷は呂布に糸間を告げる。いつか必ずそばに戻る。その言葉にうなずくと呂布は趙遷を見送った。かくして混迷深まる乱世の中、呂布は流浪の身となる。付き従うのは趙梁をはじめ彼の部を奉ずる者たちであった。ほどなくして呂布は河北の雄袁紹のもとに身を寄せる。折しも袁紹は紀州一帯を制すべく趙燕と交戦中であった。天下に轟く呂布の武名を利用すべく袁紹は彼に出撃を命じる。他者に使われるのは不本意だが、戦を前にして高ぶるのも事実。闘志をたぎらせ呂布と趙梁が定山の戦場に立つ。両方戦の部、誰にも止められはせん。趙燕は国産族なる輩を率いているとか。おそらくは戦に長けた者どもでしょう。我らは遅れを取りはしますまいが、袁紹の軍は心もとないですな。我が軍はこれより趙燕を中罰する。名族袁家にあだなす罪を断ずるのだ。ふん、俺に命令するな。なんだその異様は。呂布よ、拾ってやった恩を忘れるでないぞ。間違っても私を斬ろうなどと思うな。くだらんことをうだうだと。さっさと戦わせろ。生き盛んなのは結構である。開門せよ。全軍進め。我が軍は西から山頂の趙燕を叩く。呂布よ、国産族と黄巾山軍を討伐せよ。袁紹が偉そうだ。この戦楽しませてもらう。さあ来やがれ。
基本陣を目指す。全軍私に続け。炎章殿の心配いささか軽率か。我らが警戒せねばならない。警戒せねば。この高層白鶏をなめるぞ。レザー子ども、進軍。目指すは炎章の本陣よ。これこそが最強。お前知ったか。ようやくまともな戦ができる。やつが消えるが蹴散らしてやろう。ここに伏せてた甲斐があったぜ。護衛を呼べ。一気に叩くぞ。我こそは高尊さん殿が勝。超死流
フン、虫けらが。こんなつまらん戦、いくらやろうと何も変わらんな。呂布殿、ならばいよいよ。呂布よ、良い働きであった。お前の分、実に見事である。どうだ、正式に遠家の将とならぬか。お前とはこれまでだ。ん？俺は俺の戦に向かう。ならば覚えておくがいい。お前の戦に名族の力が必要な時はこの円本所、必ずや駆けつけよう。名族は恩を忘れぬ、絶対にである。ふん、覚えておこう。